まるね。止まるね。もらった。サイズアップです。むき身ですか。むき身ですね。やっぱり丸貝食わない時とか、丸貝でチンタガーっていうか小さいサイズが釣ってる時っていうのはやっぱりむき身がよく効きます。じゃあ単語を練っていきたいと思います。僕の場合こういう軽量カップを使って毎回同じ団子のタッチを作りたいので、なるべくこれで作るようにしております。で、今回はエビチャーさんの、ベースにするのがエビチャーさんの特製の団子の台だと思いました。で、大体1日の4分の1セットぐらい、1日の4分の1として作っていきます。で、エビチャーさんのこの特製団子をカップに、大体ですけど擦り切りにちゃんと測りながら10杯ほど。で、次に、ベースにするフォーニカダチル、しっかりと比重を出して早い手返しでいきたいと思いますので、これを半袋ぐらいなんですけども、次は最近定番になっております即戦爆寄せだな。これもすごい収穫効果が強い団子なので、今日はちょっと家内が多いということで、これだけちょっと様子見ながらまた活性が悪かったら増やしていこうと思いますので、お熱に入って、で次にもうどなたもみんな入れていらっしゃると思いますけれども、粗挽きさなぎの方で、皆さん細挽きと両方とも使われる方もいると思うんですけども、僕の場合はやっぱ割れというか団子を崩すのが重視なので粗挽きを好んで使ってます。で次はこれも定番ですね、チヌスパイス、匂い配合すごく